リンゴルフご視聴の皆さん、こんにちは、あかねまるです。こんにちは、カメラマンの山ちゃんです。今回は和歌山県です。ここは和歌山です。サンリゾートカントリークラブにやってきてます。恒例なゲームを用意してまして、はい、15マス、はい、60ポイント以上で、天城府3000円分をプレゼントしてます。ハイボール買います、これで。そう、なんかね、ついていきなりね、飲んでたかもした。お酒大好きですね。大好きです。お願いします。はい。ドライバーがゼクシオですね。ゼクシオ10です。うん、初めてゴルフで買ったクラブですね。もうなんかもう本当に一番愛着あります。買い替えようかなって思っても結局この子を使ってしまってるぐらい大好きです。うん、音はいいしね、当たった時の、ね、そうなんですよ。結構当たった時いい音した。そう、めっちゃいい子です。はい、で5番ウッドでエピック、キャロウェイエピックですね。うんうんうん、で今日はあんまり1回も使ってないんですけど、うん、よユーティリティ、4番ユーティリティ、 M2 ですね。それ僕も使ってます。本当ですか。 M2 無益ですよね。うん、すっごい当たり気持ちいい音で大好きです。でウッドは苦手なんでこんだけで、うんうんうん、あとアイアンですね。6番から S まで、うん、キャロウェイのローグですね。うんうんうん、使ってます。もうこのベンタスのシャフトがかっこよすぎて。確かに黒金かっこいい。そう、金、これ金ですね。かっこいいね。もうほぼほぼ見た目で買いました。そうなんだ。そう、もう見た目かっこいい。何このクラブ、うん、かっこいい、その色かっこいい。そうと思って買って、でもすごい打ちやすいから大好きです。めちゃくちゃお気に入りです。はい、であとはパターがスパイダーです。はい、ちょっと今日ので汚くなっちゃった。うん、ちなみにパターカバーと5番ウッドのカバーは酔っ払ってなくしました、ゴルフ場で。はい、あるあるです、はい、あるあるですよね。酔っ払いあるある、酔っ払いあるあるなくしました。こんな感じで頑張ってやってます、今日も一日。はい、かしこまりました。はい、というわけでパー3、パー3、よいしょ、120ヤード。うん、112ってここでは出てるかな。いいじゃん、いいじゃん。うんうんうん、じゃあまた9番。9番、ただちょっとこれ短いと大変なことになりそうな。よいしょ、じゃあ9番にします。ちょっと短いかな。あイケボチしました。スマホもぶっ飛んだっすか。大丈夫か。やばい、俺が9番って言わなきゃよかった。いや大丈夫、私が9番のとこちょっとペラッと言ったのカットしてほしい。後で殴っときます。今日で山ちゃんは多分あざだらけになって帰っていくことでしょう。あれでもさ、息入ってないんだもんね。ん、一回も入ってない。イケボチャ頑張りました。よしよし。あのね、17マス空いてるのがね、うんうんうん、最高ポイントなんですよ。17マス？みんな、うん、あ、5人ぐらいいるんですけど。あ、そうなんや。え、これ頑張ったら68いけるかも。それ以上目指しましょう。よし。カーボールがキャディバッグのどっかから出てきました。ボールチェンジ。使えます。イケ落ちちゃったからね。あ、そっか、途中からやったらダメなんかな。いや、大丈夫。残り35ヤードです。え、ちょっと待って。そんなにちゃんと当たってた。まあまあまあ、カラーボールでついた。カラーボールだから。ちょっと待って、どっちだよ。ちょっと近づきましたね。ちょっと近づいた。一歩前進で。もう逆にパターの方がいい気がしてきた。いいんじゃない。お、もうちょい、もうちょい。いいよいいよ。いいんじゃない。もうちょい行って、もうちょい行って。うん、でも。うんうんうん、怪我なし。はい。もうしてるからね。もうだいぶ致命傷レベルで行ってるんですけど。そうだね、致命傷レベルだね。怪我どころの騒ぎじゃないぞ。はい。オッケーサークル、オッケーサークル、オッケーサークル、オッケーサ
3、4、5、6、7、8ですね。8? え、だって1、2、3、4、5、6、7だよ、7。7か。もう数えれんくなってる。ドクターホールです。あかねちゃんはさ、このゴルフ女子の子だと誰と仲いいんですか？誰と仲いいんだろうか。一番最初に仲良くなった子がエミちゃんっていう子と、うん、アッキーっていう子がめちゃくちゃ仲良くて、うん、あとミキティかなとか。あ、ミキティ、ミキティわかる。うん、もうでもどっちかっていうと3人ともゴルフ友達っていうのもあるけど、うん、お酒飲みに行く友達みたいな。なるほどね。うん、一緒にゴルフの話しながらお酒飲んでるなっていう感じですね。最近はちょこちょこ仲のいい女の子で、はるかちゃんっていう関西ゴルフ女子の金髪のショートカットの子がいるんですけど、分かりますか？夫婦。そう。もうはるかちゃんにちょっといろんなコンペとか誘ってもらって、はるかちゃんがすごいゴルフ女子みんなと仲が良くて、そう、それでいろんなこと最近すごい仲良くさせてもらえるようになって、そうだから、それ本当にはるかちゃんのおかげなんですけど、うん、めちゃくちゃみんな可愛くて。おじさん嬉しい。本物のおじさんにどうだ羨ましいだろうって言いたくなるぐらい。関東はあんま分かんない。もう全然分かんない。やっぱ全然違っちゃうよ、うん、ってね。ささ遠いもんね。ゴルフ一緒に行くってあれになんないからね、まずね。ならないならない。でもなんか別世界に生きてる感がある。あ、うん、なんかすごいバンカーが。お、パー5。パー5です。いや。女性に優しいね。378ヤード、うんうん、でもちょっと長く見えるな。ピンは 見えないな、なんか落としどころ難しそうな感じかな。そうだね、下に落ちちゃうとやばいね。やばい、バンカーもあるし。そう、なんかすごいところにバンカーがいる、ね、うん、はい、じゃあ、はい、かねちゃんの質問回答、はい、お願いします。一つ目が、うん、初めましての人とラウンドするときに心がけていることは。ずっとふてくされない。なんかクスコアとかで、ストロークスコアが悪くてブーってなったりとか、そんな人とは多分二度と回りたくないだろうから、とにかくゴルフを楽しむ、プレー上のマナーはまあもう普通の一番最低限の話なんですけど、一緒にいてなんかテンションが下がることをしないようにはしたいなとは思ってます。で、次が、黒髪も似合いそうですが検討してもらえますかっていうことで、ちょっと私今前髪ピンクなんですけど、黒髪も似合うかな、どうだろう。まあ次検討します。一緒にラウンドするにはどうしたらいいですか。富士ゴルフハイに来てください。うちのコンペで待ってます。結構早めに私とラウンドしたいって言ってもらったら大丈夫です、行けます。おお、はい、まあ雨雲ついてくるけどね。そうです。ちゃんとカッパ持ってきてください。好きなプロゴルファーは、トミーの服大好きなんで吉田優里ちゃんが好きです。あ、かわいいし、ははは、そう、めっちゃ好きです、応援してます。どうすればもっとゴルフが上達しますか。富士ゴルフセンターに来てください。ないっすね、やらせっすね。ないその振り。もう本当にありがとうございます。こんなに可愛いのに彼氏がいないのはなぜ。探されてるじゃん。いないですか。いないです。もう彼氏がいないのがもうなんかネタみたいになってるんですけど、なんか複合としてなさそうな気がしますけど、楽しいから、日常が楽しいから、なんかそう、別にそんな寂しくないというかさ。確かに、もうなんか、場面場面で出会う人と楽しく飲めたらいいかっていう感じだったりとか、ゴルフもそうなんですけど、お互いみんなもそういう感じで、作ろうとすれば絶対作れると思いますよ。そうかな、でも募集中です。そう、作ろうとはしてたみたいです。年上年下どっちが取れますか。年上がいいです。あ、かっこいい人と可愛いのは。かっこいい人かな。太ってるのと太ってる人、
マッチョか太ってる人。太ってる人。ぽっちゃりしてる人可愛いから好き。そうそう。なるほど。そんな感じで待ってます。で今日のスコアの目標。50を切れたらいいなと思ってるけど多分無理かな今日は。ギリギリラインですね。ギリギリラインです。 OK です。はい、じゃあちょっとまだいっぱいあるでしょ。あと折り返しぐらいでしょうか。ちょっとだいぶ行きました。 あと3つぐらい。じゃあ続きを楽しみで。はい、おお。ど真ん中、うん、よしよし、よいしょ。パー5で283ヤード残ってます。5番ウッド。わあ、どうかな。5番ウッドで打ちます。うまっ、ナイス。やった。いいじゃないですか。いや、いい感じ、よかった。正直自信なかった。いや、もうね結構さ、あのバンカーは長いじゃん。そう。でもそれで打つ、それが UTT 打つしかないじゃん。うん、多分アイアンだと怖いよね。そう、越えないかなって。だいぶ右向かなと思ったから結構チャレンジだなと思ったけど。チャレンジした。かわいい。よしよし。付き合う男性で、うんうん、お酒が弱いとか飲めないとかどうなの。うん、どうやろう。一緒に飲めた方が絶対嬉しいな。飲めるは飲めるけど、うんうん、1、2杯とか。あ、それでも全然いい。あ、まあ、とにかく乾杯を一回一緒にしてほしい。 あとは私のことちゃんとあの持って帰らないで連れて帰ってくれたら。はい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 。もう酔っ払ったら、あ、ね、あのどこ行くか分かんないんで。あまあまあ逆に私よりしっかり強い人の方がしっかりしてくれるからいいのかもしれないけど。行け。よし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 。バラバラ。アプローチとか。パー5だからね。そうそう。全然全然。大丈夫。え、なんでさっきからこんなばっかりしてる。まあまあ。ねえ。ねえ。吸ってきたんだけど。おお。ねえ。でかい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 。おお、頑張れ頑張れ頑張れ。戻ってこい戻ってこい。あ、戻ってきた。もう私何やってるんですかね。ゴルフ。何をやってるんだもう。うん、オッケーさん。まあ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 。お、わあ、惜しい。OK です。ありがとうございます。トリちょっと富士にアプローチ練習場作ってもらえるようにいようかな。富士のせい。よく言われるから絶対あった方がいいと思うんで、社長お願いします。アプローチ練習場作ってください。ここから社長に。すごいな、池。湖みたい。うん、しかも綺麗やからすごいね、うん、結構汚いところけど。そう、多分さ、そう、これさ、若干山がさ、映り込んでてさ、晴れだったらすごい綺麗な気がする、うんうん、これ調子はどないと来てますね。普通です。なんかいつもみたいな感じです。はい、なんでそんなに可愛いんですかって言われたんですけど、あの加工アプリのおかげです。これ見て嫌いにならないでください。これはどうしたらいいんだろうな。うん、多分全部ピーですね。何系ですか。下ネタですね。あ、そっち来た。お、下ネタです。一応呼びましょうか。答えられるの、その前に下ネタ。全然答えれるんですけど。全然答えれるんですけど、あの、はい、多分あのピーですね。一番得意なタイは何ですか。絶対動画で答えてくださいねって女の子から来ました。女の子か、知り合い。知り合いです。やばいね。やばい、みんなやばいんです、私の周りは。勝手に回答してください。
ここでピーです。終わり周り、あとはまあ友達が絶対見るよって言ってくれてるだけで、あ優しい優しい、うん、ありがとうございます、うん、そんな感じですね。というわけで質問回答をしたんで丸一個でしょ、うん、それで今さどうなの、もうクリアしたのは分かったんだけど、ホール紹介書いてなかった、ごめんなさい。17です。17、あ、じゃあ今タイだ。はい、皆さんとトップのみんなと、はい、なんであ、いけるんじゃんこれ。ボギー取るかパーオンするか、うんそうだよね、うんうん、何でもあるじゃん、カート道を、まあ、自然にそうすると50もついてくるから、そこあの、うん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 、パーオンだったらねついてきそうだよ、うんうんうん、あ、ダメか、バーディー取らないとダメなのか、バーディー取ったらいけるんだけど、さっきやっちゃったからね、うんうんうん、そうですね、うん、すごいっすよ、なかなか、お、こう言ったら今でもすごいんですよ、やった、でもやっぱこう結構上手い人でもバランスがいい人でも、うんうんうん、超えないんですよ17の壁を、これは超えたい、下手くそ、下手くそが埋めやすいところが全部埋まってる、おお。下手くそがやるやつ全部埋まってるから、ね、カート道コロコロはね奇跡ですからね、奇跡だからね、そう、そう。頑張ろう、めっちゃ綺麗です、うん、なんかそれっぽく言ってみた。うわ、うんちある。あ、本当だ、ブルーベリーじゃなかった、ブルーベリーちょっと私より面白いこと言わんといてください。そういっぱいあるのよ、いやちょっとこれ何のうんちなの、鳥、多分何やろ、鳥、鹿かな、あいつら、あいつら、あいつらのうち、びっくりした、鳥ってこんなんだったっけ、でもウサギとか鹿とかかな、あ確かにウサギ、うんうん、ってこういうやつだよね、でも鹿か、いるんだ、すごい、いや、びっくりした。いきます。最終ホールです。はい。おおどうした？いい感じ、いい感じ。いいぞ。やっぱり9番ホールだね、みんなね。このもう、慣れてきた感じ。慣れてきた。引き大きいといいね。すごい綺麗。そう、めっちゃ綺麗。山も映って、紅葉も相まって。うん、めっちゃいい感じ。すごい。ゴルフのいいとこですよね、四季が楽しめるって。僕いいこと急に言い出したバレた、これ言ういいこと言って、ちょっとそれっぽくしようとしたのに。よし、頑張ろう。65ぐらいかな、打ち上げ入れたら70ぐらい。あ、これは分からん。これは分からん。分からん。どうなってんの？どうなってんだろう。ちょっと行きましょう。現場検証。現場検証。結構広いんだけどな。うんうんうん。上までかな。まだね。乗っててほしいんだけど、なさそうかな。うわあ。あ、こぼれたか。うわこぼれたか。あともう何もないの、バーディーとかしかない、ね、あ、ボギーあるの、そう、ボギーがあるのなんでボギーあるのでもパー取っちゃダメなの逆にパー取った、あ、でかかったんや、あくっそー、そっかそっか、ちょ、ほんまになんか違う欲がありすぎて、よし、いいよ、これベスト尽くしたんじゃないですか、いい、あれ入っちゃう、あー、うー、結構いく、まあ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 、おー、結構いく、なるほどね、ナイスナイス、はい、うまいうまい、よしよし、これで2パットでいけたら、ちょいフックで、よし、まあ、オッケーに入ってないし、入ってない、なんでこんなことしてしまうかね。でもこれまっすぐまっすぐまっすぐ絶対入れろよこれ入れない恥ずかしいな、じゃあほんまに入れや、入れや、入れるで、せーの、あ、やったー、ナイスボギー、ありがとうございます、やったー、お疲れ様です、お疲れ様でした、ありがとうございます。
はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。スコアはすごい残念ながら52やったんですけど、うん、これがクリアした数18個でかける4ポイントで72ポイントでした。すごい、イエーイ。僕の記憶が間違ってなければ、うん、絶対か過去最高っす。やりました。かっこいい。で、社員やりましたよ。お客さんにもやる。お客さんやりました。雨やったんですけどやりましたよ。動きがうるさい。というわけでいただきます。ハイボールゲット。ハイボール買います。これでありがとうございます。はい、めちゃくちゃ緊張したんですけど、はい、なんか途中からはいいいじりも加えて楽しませていただきました。ちょっと悔しいスコアなんで帰って富士ゴルフセンターで練習します。大好きだね。大好きです。会社大好きだ、はい、大好きです。いや、いいことですよ本当に。いいですか、うん、はい、頑張ります、これからも。まあ、そんな感じ で、まあ、今回は関西ゴルフ女子のあかねちゃんに出ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、バイバーイ。